衆院予算委員会は20日、安倍晋三首相と民主党の前原誠二元外相が冒頭から、ヤジをめぐり激しく火花を散らす場面があった。答弁席からヤジを飛ばすのは言語道断だ。厳しく反省してもらいたい。前原氏は前日の予算委で質問に立った民主党の田垣雄一郎氏に対し、首相が、 日教素派などとやじを飛ばしたことを批判した。首相のやじは、玉城氏が佐藤の関係団体から献金を受けた西川君屋農林水産場を追求中のことだった。前原氏の指摘を受けた首相は、今後は静かな討論を心がけたい。与野党お互いにそういう雰囲気を作っていくように心がけたいと答弁。 その上で、西川氏のケースが、かつて、日教祖絡みの献金で追及を受けた民主党議員の事例と類似していたことから、日教祖に言及したと説明した。ところが、これに、前原氏が激高して、開き直って抗弁する。反省していない。反省しなさいと言っている。反省をすべきだよ。素直ではないし。 企業が小さいなどとした。与党席からその態度を批判されると何がいそうだ。と語気を強めもした。